よし。え、あ、ねえ、臨時ニュースなんだろう。ああ、フェス、フェスだ、フェス来た。そうだ、来週フェスだよ。みんな休み取らなきゃだよ。来週のフェスのお題はなんだ、なんだ。はい、ポテトチップスといえばお寿司用コンソメ海苔塩の、バトルか。あー、ポテチね、ポテチか。悩むな。ポテチはね、あの、これもう見た感じカルビーのポテチなんですけど、なんか薄塩好きだし、コンソメも好きだし、海苔塩はカルビーあんま好きじゃないけど、海苔塩はね、あの、小池屋の海苔塩が好きだったりするんですよね。はい。で、悩むな。これさ、コンソメもさ、いろんな種類あるじゃん、ポテチって。そのカルビーだけじゃなくて、あの、小池屋、さっき言った小池屋とか、チップスターもあるし、あれ、片揚げさんだっけとか、もうなんかセブンとかローソンとか、なんかいろんなのあるんですけど、それをひっくるめてのポテトチップス。はい。ポテチは良くないんで、あの、太る食べ物、太るお菓子ナンバーワンらしくて、なんか油が、あの、薄いとこにいっぱいついてるから、なんかお腹が空いていっぱい食べちゃうみたいなこと聞きまして、まあ僕が 2,3 キロ太ったのもこのポテチの原因なんじゃないかなって思っててうわ、悩むわこれ。風花ちゃんがお寿司を打つ方がコンソメ、万太郎が、海苔塩か。あー、海苔っぽいな、海の生物だから海苔っぽい。うわー、どうしようかな、全部好きなんだよなポテチって。だから困るな、ポテチ食いたくなるし、絵を見るだけで。あ、わかる、青のりの香りわかる。あー、食べたい、あ、食べたいな食べたいな。あー、やっぱそう、薄塩もね、まあ王道ですよね、ゆうかちゃんのね。悩む、ちょっと待って、みんな悩む、これどうしよう。ちょっとみんなどうしよう、みんなの意見ください、マジで悩む。もう投票できるんか。できる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 。選べるんだけど、待って、なんでポテチにしたんや、食べたくなるやろ。どうしよう、ちょっとの後々また投票はしていこうかなと思ってます。今心が動かされてるのは薄塩ですね。はい、薄塩に今ちょっと動いてる。コンソメが多いんじゃないかなと思うけどね。海苔塩もね、嫌いじゃないから、ちょっとそこでも揺れてて、ちょっと後ほど、はい、また動画にしたいと思います。びっくりした。